さあ、こちら本日4点目です。はい、品番が 2831E のティアードチュニップです。お色はアイボリー、イエロー、ブラックの3色展開で、お値段税込み5290円でございます。はい、実装日すると、今グーちゃんが着てるイエロー、はい、と私が着てる、これはアイボリー、はいはい、と手に持ってるブラックの3色展開で、お値段税込み5290円でございます。はいはい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、これはですね、なんといってもシルエットがめちゃくちゃ可愛いワンピースとなっており、はい、ティアードワンピースとなっております。はい、でこのティアードの部分がね、細かいんですよね。なのでそんなにふんわり広がりすぎず、落ち着いたティアードのトップスなんじゃないかなと思います。でこの肩のちょっとポワンスレなところとかも広がりすぎてないので、肩幅が広く見えたりとかもないと思いますし、このふんわりが苦手な、私も苦手な方なんですけど、苦手な方でもこれは着ていただけるんじゃないかなと思います。で袖口ちょっとギャザーが入ってるこの部分がめちゃくちゃ可愛いです。ゴムは入ってないんですけど、幅はこれぐらい空いてます、私で今。はい、っていう感じで、首元はねそんなに空きすぎず、苦しすぎずで本当にぴったりです。はい、で、ですね、丈感がね、私160センチでお尻隠れて膝裏じゃないの、もも裏までしっかりあります、うん、なので本当に体型カバーもしてくれますし、デニム合わせとかパンツ合わせが本当にしやすいトップスなんじゃないかなと思います。はい、はい、以上です。以上です、ありがとうございます。お皿空いてます。あ、忘れてた、お皿に食べてほしい。すいません、忘れてました、ご存知に。じゃあ、ごめんなにいきますね。はい、そう、きょうさん、ティアードでもフリフリしすぎなくて良いって、そう。ありがとうございます。そうです。大人っぽいですね、これは。うん、本当に。ね。うんうん、あ、小田さん、1枚、ワンピースということは、1枚でも着れるのでしょうかってあるんですが、ちょっともしかしたら裏地がついてないんで、これは。うんうん、もしかしてね、結構透け感のある素材なんですよね。うんうん、だから、ちょっと透けちゃうかも。チュニックなのでね、私160センチなので、膝上10センチぐらいになります。そうですね、はい、私も膝、本当膝ちょい上ぐらいなんですけど、うんうん、まあ、多分長さ的には精神上さんだったら問題ないと思うんですが、もしかしたらちょっとケツとか履いてもちょっと透けちゃうかも、ね、そうですね、うん、はい、はい、です、うん、はい、シワになりやすいですかって。シワにはね、これもともとシワ加工がちょっと入ってます。そうそう、こんな感じで若干ね、シワ加工が入っておりますので、うん、そんなアイロンでね、ピンピン伸ばしていただくほどシワにはなりにくいと思います。だし、うん、素材グレーも入ってるので、そんなに大丈夫かなと思います。そうですね、うんうん、私もそんな気がします。はい、はい、あ、まゆかさん、イエローのデニム合わせ以外見てみたいですって。 OK です、デニム合わせ以外でグーちゃんが、はい、来てくれるので少々待ちください。はい、はい、あ、OK です。 MRK さん、後で私もブラック着てみようと思います。はい、あ、リチャさん、他のイエローと色比較してほしい。あ、リチャ履いてる。あ、うまい、イエロー、うまい、今します。私このパンツこんな感じ。こっちの方がちょっとなんか濃いね。マットですね。マットですね。はい。買えなかった。こんな感じでございます。はい、そう、ミフィさん、動いた時のゆり具合も可愛いね。本当になんかボリュームがやっぱ出すぎないのでいいと思う。これはいいですよね、本当。なんか大人っぽいですよね。でも可愛いです、これは本当に。なんかボリュームが本当出すぎないので着膨れもしないですし、ここに切り替えがあるので、ちょっと細見え効果とかスタイルアップもかなうんじゃないかなと思います。はい、というもらいますね。あ、エムさん、ブルベだとどの色が似合いますか。あ、どうだろう、ブルベさんはブラックなんじゃないですか。ブラックか、うん、確かにブラックな気がします。はい、うん、でもなんかこの色もいけそうな気がするが、でもブラックが一番顔写りはいいのかな、うん、と思いますね。はい、三日月さん、生地は薄めですか、透けますよね。そうですね、生地は薄めです。私このホワイト、アイボリーかはやっぱ透けるのでインナー必須です。はい、イエローもね、やっぱちょっと結構生地が薄手なのでちょっと透けてるので、インナーはどれも着ていただいた方がいいのと、ちょっとなんか透けにくいオールとか、なんかベージュとかの方がいいかなと思います。はい、うん、あさおりさん、こんにちは。まふちゃん、ピアスはシルバーですかゴールですか、どっちが使いやすいか悩んでます。ああ、これね、私どっちだったかな、
多分ゴールドだと思うんですよ。私結構ゴールドが最近結構着てるので、ゴールドで多分どちらも使いやすいんですけど、どうだろうな。でもあんまりね差はないかもしれないです。シルバーここがね色がついてるだけなので、個人的に私はゴールド、夏は結構ゴールドが好きかもしれない。うん、個人的なめっちゃイケなんですが、はいです。あ、もみちゃんのパンツ再販かな。あ、これですね。これもね今ねちょっと予定はないんですけど、バイヤーさん今動いてはくれてると思うので、あのよろしければ再入荷リクエストボタンをぜひ押していただくと再販もしやすくなりますので、うん、ぜひ押してください。はい、はい、あえてスカートに合わせてみました。あ、でもいいよ。タイトスカートなので、うん、まだ落ち着いてるかなと思って合わせてみたんですけど、うんうん、こんな感じですか。でもまだいけるんじゃないかな。うん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 、っていう感じです。です。私は全然タイトやったら合わせます。私も、はい、こんな感じです。はい、うん、うーん、これ可愛いと思ってたね。これ本当に可愛いんですよ。ちょっとこのクシュッとなってるギャザーのところもめちゃくちゃ可愛くて、うんうん、お首のところもね裏地がねついてます。こんな感じで、はい、なので汗とかもねまだ目立ちにくいんじゃないかなと思います。うん、可愛いけど袖口の余裕が心配。袖口はですね、袖口は何センチだったかな。袖口はね、11ですね。11です、うん、はい、なので余裕はそんなにあるんじゃないですかね、うん、そんななんかピタピタにはならない気がする、うん、はい、です、うん、めっちゃここがきついとかはないです。大丈夫そうです。はい、大人可愛いね。確かに大人可愛いですよね、スカート合わせにするととか、あのデニム、ホワイトデニムとか合わせるのも絶対可愛いですし、あのホワイトデニムのスカートとか合わせてもらったらめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思います。うん、ティアナなのにストンと落ち感ある形で可愛い。確かにこのティアナってこうふえってこうやって広がりますもんね。こちょっと落ちる感じが、下が重みがあるのでストンって落ちてくれるのが本当にね、体型をカバーもしてくれますし細見えもしてくれると思います。うん、針があるティアナって結構あの太って見えちゃったり、私とかもねこう着膨れして見えるんですけど、これは素材があの薄くてめちゃくちゃ落ち感もあるので着やすいと思います。はい、グーちゃんそのまま帽子かぶってほしいです。帽子 OK です。帽子は麦わら、麦わらでいいですか。お真っ暗になっちゃった。こんな感じです。帽子かぶるとおー、かわいい。夏じゃない。夏ですね、うん、じゃあひまわり畑に行きたくなっちゃう。あ、確かにいいですね。ね、あの同化するかもしれない。あ、確かに。ほら、どこにおるやろ。かくれんぼ確かに。ぜひなんかそれで楽しんでほしい。確かに思います。黒もいいですね。黒はそんな時間が可愛い。あ、この色合いが最高ですね。で、ちょっと私は結構ゆるっとプリーツパンツがいいかもしれない。可愛い。で、うん、色合いも最高です。ね、なんかやっぱりちょっと目立って見えますね。うんうんうん。さっきはちょっとライトグレーにも見えたけど、あ、確かに。ブラック合わせるとやっぱりこうしっかりカーキに見えます。うんうん。はい。こんな感じの合わせもぜひしてみてください。はい。はい、じゃあ次。サンダル、サンダル、ラストいきますか。はい、はい、大丈夫そうかな。私サンダル履きますね。うんうん、お願いします。あ、そのトップス、膝くらいの長さ、低身長でも長すぎないかなってあるんですが、私の155で膝上です。なんか低身長さんでもこれは問題ないかなと思います。うん、私で膝より上なので大丈夫かなと思います。もみちゃん、ボタンまた忘れてる。えごめんなさい。失礼します。ごめんなさい、ありがとうございます。失礼しました。うん、あ、お、あやかさん OK、 ちょっと後でスニーカー、はい、あったかな。ありがとうございます。後で履いてみようと思います。はい、あ、ウィーターさん、グーちゃんも ブラックのプリーツパンツ履いてほしい。 OK です。うん、じゃあ全部着替えていいですか。あ、いいよ、サンダル行く前に。あ、 OK、 いいです。じゃあグーちゃんが戻ってきた最後もラストサンダルですねのご紹介に行こうと思います。はい、うん、で黒はやっぱ大人っぽくなりますね。透け感もそんな気にならないし、やっぱり、あ、若干透けてるか。まあやっぱ透けにくいインナーとか着てもらった方がいいですね。でもその分本当涼しいです。これはめっちゃ涼しいです。うん、
ね、ブラックやっぱ大人っぽいですね。普通にこれデニムでもいいし、しかもお尻が隠れるのがなんて言っても嬉しいよね。私もお尻隠れるの大好きなんだ大好きなんだ。だからこれは本当に今から大活躍間違いなしやと思います。京都が暑いですね。暑い、暑かったね。暑かったです。ゆうごいちゃんで撮影に行ってたんですけど、もう暑すぎて汗だくでした。大した暑い、いやほんまに暑い暑いって言いながら行ってました。皆さん熱中症にお気をつけください。あ、スキニーは間違いなく合います。間違いなく合う。ちょっといずしでスキニーデニムがなくてちょっとあのお店ができないんですけど、絶対可愛いと思います。間違いない 100% 可愛い。でそれに普通にこういうなんかぺったんこのサンダルとかでね、ちょっとラフに着てもらっても可愛いと思うので、私は結構そのスキニーとこういうチュニックとなんか B さんとかで合わせたりするんですけど、全然可愛いと思います。はい。で黒は本当の大人っぽくて着れますね。透け感も、まあ、ちょっとやっぱ結構素材感が薄手なので、若干透けるのでインナーは必ず着てもらった方がいいんですが、そこまで気にはしなくて大丈夫かなと思います。はい。でこれは本当可愛いですね。でここめっちゃ可愛い、可愛いね、ふわってした時の透け感も落ち感も可愛いので、またお楽しみちゃうわ。この後7時発売でございます。はい、はい、うん、あ、まいまいさん、黒とイエロー悩みますね。あー、確かにな。珍しさを取ったら断然こっちですね、イエロー。確かに。私結構、後でイエローも好きなのな。後で着てみます、着回しの時にイエロー。いや、絶対似合いますよね。でも、グージャンで似合ってたから、多分私もいける気がしてる。イエローやと思います。楽しみです。まあ、間違いなく合わせやすさで言うならこっち。ちょっと珍しさ、差し色で使いたいんだったらこっち。あ、タンスの中のお洋服と相談してもいいかもですね。